もしもし、あの、エリコさんいらっしゃいますでしょうか。え、本当ですか。え、あ、はい、あ、どうもすいませんでした。はい、あなた、今夜の飛行機だってさ。帰ろうぜ。え？帰ろうっつって。どうしたのよ。いいよ、もう帰ろう。なんでよ、なんでよ。エリコ、どうしたのよ。いいよ。ねえ。帰ろう。間に合わないんだよ、もう。ねえ、もう帰ろうしてるじゃんかよ。あのね、最近ブームは 2&1、 あの 3P が最近ブームらしいんだよ。でさ、もうほんとさ、なかなかほら俺とかもうすぐバチッチッシュってなかなか似合う人間がさいないんだよ、俺にもうマッチした人間がね。でも君たちがもう来た時はもうこれだと思っちゃったからさ、もう僕と一緒に原宿コレクションっていうのを今やってるからさ、一緒に見に行くってのはどうかな。ほんとすっごい面白いんだよ。あのね、原宿コレクションっていうのはすごいダサい名前なんだけどさ、あの幼児山本とか、あのお釜の人で死んじゃったあの時尾熊谷とかがいてさ、あのちょっとあのね、今ね原宿コレクションっていうのをやっててね、あれがね、Don't you know, 分かっ
情すりゃわかるよ。ベベ上がれ High got you set in motion。 ベンジョンソーでしょネズミ。 本当のダンスチャンスロマンスは自分次第だぜ。ダメよ、こんな夜のあの遊ぶのさ。そう、あ、ダメだよ、早く早く見つかるよ、もうちょっと。え、だって時間潰せない。プールで泳ぐって、うん、違うって、うん、ディスコだって、プールとディスコどうぞちょっと間違うの、そんな簡単なこと。どこで待ち合わせようか。え、うん、1丁目、うん、そう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 、わかんないじゃん。うん、あ、じゃあ、カードのどうすんのこれ、どうするね。そう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 、変なやつで、これ後で抜けるまで。そうそうそう、どうすんのよ、どうすんのこれ、え、どうすんの。オーケー。お、これキンタの、キンタのバイクじゃん、これ。キンタ！キンタ！キンタ！あ、お？みんちゃん、ダメだよ、届けもんなんだから。おいしいよ、きんちゃんこれ。 なんでこんなことすんの。頼むよ。おいしい、食べる食べる、ちょっとだけ食べてみなよ。おいしい。あ、ファッキーやろ。何それ。これ、あ、ファイヤー、ファイヤーティーチャーズ。ファッキーやろって何だそれ。ファイヤーティーチャーズ。銀太、銀太、あ、いっちゃうわ。だめ、待て、ちょっと銀太、このペアどうすんの。銀太、銀太、出過ぎ、銀太、出過ぎ。どうした。お前まだフラフラしてんのか。なんだい、その桃色の服なんかちゃって。お父さん知らないの、これ今流行ってんだってば。ダセーな。分かったよ。よしゆき、お前まだ本当に音楽やっていくつもりなのか。大変なの、働きもしないで大学も行かないで、まだそんな夢みたいなこと考えてんのか。お前にはどう考えたってそんな才能なんかあるはずないよ。なんでお父さんにそんなこと分かんだよ。俺の友達聞いてもらう、いつもすごい。分かってるよ。そりゃね、一流になる人は、飯食える人はもう限られた人なんだよ。私はお前にそんな才能があると思えないよ。いいか、安行き、今までね、私はお前に好きなようにさせてきたが、どうやらお父さんはお前の育て方を間違えたようだよ。どうしたんだよ。最近のお前見てるとすっかり変わったぞ。な、うちに戻んなさい。ママも心配してるから。
あのね、ママはパパと違って僕の音楽とかすごいとか言ってくれてるんです。あのね、言っとくけど、お前は毎日何が楽しいんだ。え、少しは自分のこと考えなさい。これからどうしていくんだよ。ちゃんと将来のこと考えて、働くなら働く、え、学校行くなら学校行く。お父さん、お前のこと心配なんだよ。うるさいな、もうほっといてよ。しゅうき、いいか、私はお前にもうこれからビタ一文出さんからな。今までのように好きなようには生きていけないよ。お金なんかいらないよ。しゅうき、僕はお父さんとお母さんを喜ばせようと思っていつも努力してきたんだけど、結果的にいつも悲しませていた。この間どうしたの？機嫌悪くてね。ちょっとね、今日一緒に飲みに行っちゃおうかな、君たち。わかったよ。じゃあね。僕は寂しいって言うと、人はみんな寂しいんだって言われるけど、絶対に違う。ごめん、俺ちょっとやっぱ今日やめとくわ。ごめん。
元気？元気だよ。久しぶりだよね、すぐ。うん。髪の毛切ったんだ。すっげえ似合ってるよ、なんか。ありがとう。なんかすげえ。すげえさ、寂しかったよ、やっぱ。だってさ、電話とかしてもいないじゃん、だってどうしていないんだよ。すげえ寂しかったよ。すげえ寂しいよ。これね、すげえ寂しかったよ、だって。泣いてるの？おかしいよ。早く、もう夫婦じゃない、金太が来るじゃない。早く涙くれ。金太に内緒しといてくれよ。早く。え？金太に内緒しといてくれよ。分かった、から早く。俺一応あれだ、兄貴分だからさ、舐められるとダメじゃん。分かった。キエちゃん久しぶりじゃん、エリコ。ねえ、まもなくユさんね、もうエリコに会わないと。成田の空港までさ、車乗ってさ、どうやってエリコを追っかけようぜとか言ってさ、行ってさ、途中で帰ろうってのは岡村君だよ、俺が行く。それでも岡村君、別にいいんだけどね、俺は別にどうせ。だからさ、俺本当はさ、いや、いいんだけどさ、だからなんかさ、ほら、そうやってさ、二人でさ、こうやってさ、何これ、いいじゃないのよ、二人で。僕も仲間に入れてくれる？入れてくれるために電話してくれたんでしょ。そうだよ。ねえ、ちょっと聞いたな、謝っといてくれ。何よ、二人でこそこそと。違う、せっかく俺来たのにな、なんか何聞いちゃう、出て、聞いちゃうね、ごめんね。キイちゃん、キイちゃんじゃないかよ。そうか、じゃあさ3人でさ、なんかさ、久しぶりだしさ、3人でなんかバーッと盛り上がるなんか遊びやろ。ねえ、何がいいかな、ボーリング、テニス、それか卓球、いろいろありますけど。やだよ。じゃあさ、映画見に行こう。映画見に行ってその後考えようよ、食事とかしてさ。ね、映画行こう。何？え？ビーチじゃん。
決まってるよ。今流行ってんだよ。ピッゴね、ゴゴゴ、ほら、カムラ君ほら、行くよ、ほら、元気出してよ、ゴ、いや、いやだ、行く、ゴ、行っちゃ、行っちゃ、ゴ、行くよ、元気あるの分かったから早く、もう分かったよ、分かった、早く行かないと終わっちゃうから、もう元気あるの分かったから、行こう、行こう。